霊寺館といいまして、平安女学院の初代 の、 あの校舎になります。ちょうど明治28年時代祭りが行われた年なんですけど、その年に建てられた、春ぐらいに建てられた建物です。実はこのうち信長がいますが、その方が最後の将軍のために建てた久仁城城もこの地形にありました。うん、まあ、地球の石をかなり置いてるんですけども、まあ、地球の内部っていうのはいろいろ言われてますけどね、人間っていうのは地球穴を掘ってですね、深さ11キロくらいまでしかまだ掘れてないんですよ。地球の内部がどういうふうな様子になってるのかを知るというのは、まあ、いろんな観測でもあるんですけど、まあ、よその星のかけらをですね、集めてどうなってるか考えるということをやってますね。当社は和気の清丸公という方をご祭神にお祭りしておりまして、清丸公がご祭神に現れましたときに、300頭のイノシシが現れて、清丸公をお守りしたと、そういう言われがございまして、イノシシがたくさん祭りされる神社となっております。